バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜もバニラスカイ最後までイチャイチャとよろしくお願いいたします。今日はですね、まず1曲目にお届けしたい曲がございます。もうすっかり鹿児島も寒いので、冬といえばようこのこのとても素敵な冬のラブソング、ようこでシャイニー、お聴きください。あなたの思いを空を越えて届けよう、お聴きいただいてます。曲はシャイニー。この歌がですね、私の冬の訪れを勇気づけてくれます。陽子自体はとても寒いのが大好きではありません、むしろ真逆です。もう凍えるの嫌なんですけれども、やっぱりね、クリスマスがねとっても好きなシーズンなので、このシャイニー歌詞もね、本当皆さんの笑顔が花咲く街が大好きって、特にイルミネーションとかね、どこの街でもこう、だって自宅をさキラキラにされる方とかもいらっしゃるじゃないですか。まあとにかくね、どの街でもこのイルミネーション輝く一瞬、そこにやっぱりいろんな方の笑顔がついてくるなって、本当素敵だな。夏は夏でね、花火のね夜空にね彩られる笑顔もありますけれども、まあとにかくね、苦手な冬が楽しくなるクリスマスが私は大好きで、まあ、皆さんのね、なんかこう何とも言えない、何とも言えないって言ったらあれかな、だけどみんなさ、それぞれにいろんな思いを抱えて1年生きてきた中で、あ、この冬もね大事な人とこうやって過ごせることは当たり前じゃなくて幸せだなみたいなね、本当気づきのようなね、ハッピーな音時間にね、私も歌い手としてね寄り添えるような、そんなねシンガーソングライターママ、もっともっと極めていきたいなと思いますね。まあそれは私がクリスマスの時仕事ができてハッピーっていう気持ちと、逆にね今年は初めて、シドには悪いんだけれども、まあね、のんちゃんが1歳、まあ最近アンパンマンってね、やっぱりねこう自分の中でねヒーローができてくるわけですよね、赤ちゃんは赤ちゃんで。そういう時に多分来年以降はねサンタさんっていうのを覚えてね、まあ去年もね今年もサンタさんにね、お姉ちゃんのシノンがねお願いしてくれてますけれども、まあ、本人がねこうクリスマスっていう時に、あ、またママ仕事だなって言ったらどうしようかなってねちょっと思ってますね。うちはクリスマスケーキ食べれないからって、まあ、言われるよねこのままじゃね。だからまあそういうのもねって見直すと、まあクリスマスはちゃんとクリスマスで、
と思いつつ、まあ多分来年も同じこと言ってね、私はクリスマスおばちゃんとして一生歌い続けるんでしょうね。今年も来年も皆さんにとってもっともっとハッピーなクリスマスをお過ごしくださいね。ではでは、クリスマスの話題ばっかりしてね、もう1ヶ月後じゃんって思われてることもねあると思うんですけれども、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、とはいえあっという間に1年1年ねもう過ぎ去ってしまいます。もうさ、11月今日は16日でございます。11月16日、11月も半分以上過ぎました。この間ね、私もね宝山ホールコンサートを行ったなと思ったんですけれども、もう来年のことばっかり考えて動いております。そしたらね、もう私たちもプライベートでもえみたいな嬉しいねハッピーニュースもちょっと動きつつあるので、またそちらねご報告したいなと思うんですけれども、まあ、沖縄にね行けずに困っておりまして、とにかく年内は難しいんでしょうけれども、年始早い時点でね沖縄に伺いたいと思いますので、待ってくださる方もね徐々に増えておりますからね、ぜひあの沖縄養護会で、一緒に楽しい音時間を過ごせるように、本当はねライブとかしたいんですけれどもね、話はちょっとそれるかもしれませんけど、あの夏フェスとかさ、あの海辺で行う、それ来年したいなって思ってて、水着のお姉さんを見たいっていう、そういう理由でも許されますかね、私ね。だってさ、水着のお姉さんですよ。沖縄でそういうところをあのちょっと私に紹介してくださる方いらっしゃらないでしょうか。鹿児島でするのもいいんですけど、鹿児島の方もちょっとシャイかもしれないのでね、沖縄だと堂々と水着のお姉さんを拝みながらね、私もね歌えるかもしれませんのでね。まあそのくらいね、こうやっぱり夏、私は夏が好きなんですよね本当はね、まあ、実際は春がね一番好きなのかもしれませんけれども、少し若い時にはね、こう四季折々のなんていうのかな、イベントに対して恋愛模様をね重ねるような歌詞とかも書けたかもしれませんけれども、まあ、それはね今はその自分本心というよりも、あこんなもんじゃないとかね、ちょっと多少妄想が強めになると思うんですよね。書けと言われたら書きますけれども、しょうがない、私もねもういい年齢なのでね。ただそのイベントじゃなくて、こう四季折々の季節感、例えば花とか、山の風景とか、海の波のこう、なんていうのかな、風合い、こうそういうものを見てね、曲を書け、歌詞を書けって言われたら、そっちの方が私はね書きやすいなって思うんです。この絵に留めたい、写真に収めたい、でも、まあ、写真を撮ることは今携帯でね簡単にみんなできますけれども、絵を描けって言われても絵描けないからね、残念ながらね、なんていうのかな、こうそれを音で表現する、ある意味インストかな、こう歌がいらないんじゃないかなって思うくらいね。だけど歌詞にね、例えばこの海と風と、この木の葉のね色合い、まあ、なんていうのかな、色づき方で、あこういう心情でこういう歌詞を書いてみようとか、こういうラブソングがいいんじゃないかなと、まあ、先週の放送でもねちょっとねお話ししましたけれども、まあ今自分がねこう片思いとか、あと失恋ソングは一番ちょっと遠いところにどうしてもねいるけれども、やっぱりそういう曲を必要としていただくっていう声があるからね、やっぱり作りたいと思って、じゃあ歌詞をどんな歌詞がいいかなって考えた時にね、やっぱりこうクリスマスって、あいいなって、で夏の終わりの秋もね、そういうまあこうね夏をこう惜しんでる感じとか、まあそうだなって、まあ、とにかくこう私は今までの陽子と違うのは、何かね年齢を重ねた分見えないもの、感じれない、あ感じるのか、見えないもの、聞こえないものかな、を感じる第何感かがね発達してるような、そんな気持ちになりますよね。なんていうのかな、こう自分自身に問いかけてね、いろんなことをね、生きてみてはいるんですよ。これでもね、そうした時に悟りを開く方って、あこんな感じかなとか、この言葉を
使うのが正解なんだけれども、これを別な表現でじゃあちょっと感覚的に表現した時にとかね、まあ、いろいろ言葉を探す旅に出るんですけれどもね、特に歌詞を書く時にはね。あと子育てをする時にも言葉に出会う旅をしますね。魔法の言葉をね、よくSNS とかでも見ますけれども、本当そうだなって思うことと、ああこれは違うと思うんだよね私はねっていう言葉もありますし、ある意味子育てもね、こう自己啓発で自分に与える言葉を相手を思いやったバージョンで発信するっていうのがね、まあ大事だとは思いますからね。まあとにかく陽子はね、音時間がメインなのでね、そういうのをね歌詞にね紡いで発信したいなと思います。では今夜2曲目、ちょっとね陽子なりにね、そういういろいろ自分と向き合って、書いた歌詞かな、陽子で Life お聴きください。お聴きいただいてます曲は陽子でライフです。ライフはですね、このウォーウォーウォーっていうとこねが、皆さんにね最近ライブでも一緒に楽しんでいただける、あいい曲だなって認識しましたので、再認識ね自分の中でしたので、最近ねセットリストによく入れてます。陽子と初めて出会った方もね、あ手を取り合っていこうってっていうね、この言葉がね、あ一人じゃないんだって思ってもらえたらなって、私がいるよっていう押し付けですけれどもね、私の場合はね、だけどいいじゃん、だってみんな一人なんだもんみたいなね、そんな私のね、自己満なのかな、ごめんね皆さん、応援してくださる方々がいい人だからこんな陽子で申し訳ない。なので、とにかくねこの曲は次女のね1歳半ののんちゃんも一緒に歌ってくれて、私がねアカペラでウォーウォーウォーって言ったらね、ウォーウォーウォーって一緒に歌ってますからね。あ赤ちゃんも歌いやすいんだと思ったら、なおさらねセットリストから外すわけにはいかない。これは家族で一緒にねこれからも手を取り合ってハッピーに過ごしていこうっていうね、応援歌にしてほしいと思ってね、はい歌い続けてますね。まあこの曲は初めての陽子の楽曲でギターオーケストレーションなので、この意思本当はねライブの時には一人で演奏してくれてますけれども、ギタリストが5人6人いないと成り立たないっていう、まあ、レコーディングの手法でね行っているので、まあ、これはこれでね、あこれはこれでってそれはそれでっていう言い方が正しいのかな、うん、ギターオーケストレーションの曲は陽子は陽子でとってもね大事にしたい曲なのでね、はい、そこもこだわりとはなっております。まあ今ねこう私が自分のね感受性豊かなのかないのかわからないっていうところがすごくあるけれども、まあ、繊細は繊細みたいなのでね、まあ、そこをねいい風に捉えてね多くの作品を生み出す活力にしたいなと思っていて、うん、とにかくライフに込めてるこの歌詞は、自分自身に戦っていこうよっていうね、そういう意味も込めてますからね、まあ、とにかく私は皆さんの味方ですっていうことが伝わればいいなと思ってこの曲も歌い続けたいと思います。ではですね皆さん、ここで陽子クイズでございます。ダダン、
急に始まりましたようこクイズのコーナーでございます。イエイ、拍手マシマシで皆さんお付き合いくださいませ。用語クイズというのはですね、用語の3サイズはとかいう、もうそういう年齢ではございませんので、用語に関してではなくって、鹿児島に関する、せっかくね鹿児島から沖縄をメインに発信しておりますこの音時間、使わないわけにはいかないなと思いまして、ちょっとね小出しに用語クイズ行っていきたいなと思います。初の試みなのでね、ちょっと簡単な初級編、陽子といえば鹿児島弁という感じでね可愛がっていただいておりますけれども、次の鹿児島弁なんて言ってるでしょうかみたいなね、簡単なクイズから始めたいと思います。ではいきますよ。毛はこけきっせお花何をしたとみたいな感じ、いかがでしょうか。これちゃんとした鹿児島弁かわかんないけど、もうなんか私がしどろもどろしちゃう。毛は苔結成お花何をしやったとっていうね、この素敵な鹿児島弁、多分鹿児島弁だよね全部ね。それではもうさらっと、答えに行きたいと思います。毛はっていうのは今日はっていう意味ですね。苔結成みたいな、苔結成みたいな、こういう苔っていうのはここにで、結成とか来やっせっていうのはいらっしゃってみたいな言葉ですね。まあこれが本当の丁寧語かは分かりませんよ。だけどこれは陽子の鹿児島弁なんで、皆さんお手柔らかにね。で、お花っていうのはあなたはですね、何をしやったと、何をされたんですかっていう感じですね。何をしや人なみたいな感じだと、今から何をするのみたいな感じですけれど、何をしやったとみたいな感じでね、しや人、しや人っていうのが、まあするの、しやったとだったらもう何をしたのみたいなね、そんな過去形になります。いかがでしょう、何かちょっとでも分かられましたか。分からねえよみたいなね。いやね、沖縄もね素晴らしい方言がねありますしね、鹿児島県だとエイチョウ、エイゴって言われるくらいね、エイの言葉は分からないよねっていうくらいね、素敵な方言もありますし、まあ、鹿児島離島もね、素敵なその方言あるんですけれども、あまりこう私たちは耳にする機会がないのでね、まあね、鹿児島をね本当愛するがゆえに、美しい方言で綴ったラブソング、よくもねこの冬作りたいと思ってますので、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいなと思います。そして来週は今度は何しようかな、鹿児島の陽子がね作る問題なんてね、本当ね難易度とかじゃなくて赴くままに、本当なんていうの、気分屋さん問題ではございますけれども、まあ楽しくねお付き合いいただけたらなと思います。そしてバニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。やはりね、いろんなイベントで歌わせていただく中で、あ、今日もこの歌を皆さんに聴いていただけて届けることができて、本当に平和な毎日に今ね、まあ、多くの問題があったり、いろんな方がいろんなね苦しみを抱えてね生きているっていうのはね、本当ね癒せなくてね、何も力になれなくてもどかしいんですけれども、やっぱりね日本がね皆さんのおかげで平和に今日を迎えられるっていうのは本当感謝だなと思って、祈りの歌としても歌わせていただいています。今夜最後の一曲、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にかな
した僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要。お聴きいただきました曲は陽子でキス&ハグでした。陽子ね、最近日本語って本当美しいなって思うのと一緒でね、本当道具でしかないんだなっていうね。まあちょっと何言ってんだこいつっていうことばっかり言ってる陽子でございますけれどもね、次女ののんちゃんがね、最近ね日本語上手になってきたんですよ。でのんちゃんは宇宙語だって選ばれし戦士ですからね、皆さんね、赤ちゃんたちもね、宇宙語ののんちゃん語をね話してくれてたんですけれども、最近ねどいちょどいちょっておすすめとはいどうぞって言ってねもうちょっとね思い出し笑いをしちゃうくらい、もうほんとねのほほんとするんですけれども、この間ね長女のしのんとねのんちゃんと3人でお風呂に入った時にね、はいどうぞって言ったタイミングで私が顔をつけてブクブクってしてアハハっていうねこうエピソードがあったんですね。で私もシノンもはいどうぞってのんちゃんに言われると顔をつけてハッっていう風にねこう遊んでたら、のんちゃん自分もできると思ったみたいで勇気を出してねお顔をつけたんですよ、お水にね。そしたら案の定ねお顔をつけた瞬間に息を吸っちゃってゴホゴホってなったんですけれども、私はねその顔をつけるっていうことにね勇気を持ってトライした娘をすごく褒めたたえたくなっちゃって、あ顔つけちゃうって思ったんだけど、一瞬のことなのでね、もちろん安全には配慮してたんですよ。なんだけど赤ちゃんってさ、そんな勇気のあることなかなかできないでしょ。あすごいなーって思って、でまあコホコホした中でもすごかったねって褒めたらね、やっぱりこう褒められたり頑張ったことにね気づいてもらうっていうのは赤ちゃんもねあっていうねこう嬉しいみたいになるからね。まあとにかく子育てってね終わりがない幸せばかりだなと思って、まあ娘たちからねもらう彩りの日常は本当宝物なんですよね。でまあその中でねやっぱりキス&ハグにもあるけど、おやすみっていう時にねみんながね、あ今日も一日ありがとうって当たり前、私はこの言葉をね当たり前だと思ってたんだけど、当たり前じゃないっていうことをやっぱりね年齢重ねたらねいっぱい気づくことがありますよね。私もまだ気づききれてないと思うんだけど、だからねこの美しい日本語をね紡ぐ歌詞を私はねやっぱり極めることも大事だし、日常の生活で生まれる言葉からの、あごめんなさい、心からね、心からの言葉ね、それもね紡いでいかなきゃなーってね、のんちゃんのね日本語を上達するその赤ちゃんがこう日本語が上手になっていく過程を見てるとねすごく勉強になるんですよね。でね私たちはやっぱりこうなんていうのかな、こう相手を思いやってね思いやって生きているけれども、これって本当に特別なことなんだなっていうのをね子育てして今特に赤ちゃんからね学んでます。私へのね、自分への本当に戒めでもあるんですけれどもね、今一度行動や言葉、心ある本当ね血の通ってるそういう、一言一言をね大事にしたりとか、行動もね、心あることを心がけていかなくてはなと思います。本当自分の周りが平和であればあるほど世界平和へ、宇宙平和のね一歩にねつながるなって、この一つ一つが本当大事だなってね、
長女のシノンともね話をします。皆さんね、逆に困ってもう苦しい時は陽子へメッセージください。守りますからね、味方になりますからね。ぜひ陽子がいるっていうことも忘れないでほしいと思います。この後はひふみずバーです。ひふみさん、今夜もよろしくお願いいたします。皆さん、今週1週間も冷え込むみたいですが、めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。陽子もハッピーに過ごしたいと思います。11月、12月とお仕事いただけてありがたいんですけれども、1月から2月、3月と暇人陽子でございます。沖縄も呼んでください。あ、陽子が行かなくてはいけないねではでは、皆さんのハッピーを願って、せーの、バイバイハッピー。